こうやってストレート決まった、お返し今までナンバーワンの左打ったんじゃないですか。雄たけびを上げます、やったぞというこの叫びがメキシコモントレーに。ボクシングは敵地で勝つのは非常に難しいのですが、そのことが明確に分かる試合をまずはご覧ください。 WBA スーパーライト級王者ファン・マルチンコーチは5度目の防衛戦にエデル・ゴンサレスを迎えました。王者コッジは2ラウンドにダウンを奪いましたが、直後に強烈な右のカウンターを受けダウンしました。かなり深刻なダメージですが、王者はなんとか立ち上がりましたが、挑戦者はすぐに襲いかかりました。王者は防戦一方で何もできない状態が続くと、レフリーが割って入りました。誰もが TKO と思ったのですが、レフリーはなんと王者に休憩をさせたのです。そして試合を途中で中断させたのですが、その間王者コッジのセコンドがコッジが倒れないように支えたのです。試合はそのまま続いたのですが、第2ラウンド、第3ラウンド、第4ラウンドと3分も経たずに終わったのです。王者コッジの地元アルゼンチンでの試合だからなのか、レフリーは王者を援護し回復させ、王者コッジはそれに応え第7ラウンドに逆転しました。9ヶ月前にムアンチャイから王座を奪ったユーリは、2度目の防衛戦でムアンチャイと敵地タイで防衛戦を行いました。ユーリは第7ラウンドに強烈なダウンを奪い、なおも猛攻撃を敢行しましたが、なんと残り30秒の時に第7ラウンド終了のゴングが鳴りました。そうしたこともあり、タイでタイ人に勝つのは至難の業で、現時点で日本人ボクサーはタイでの JBC 公認世界戦で28試合連続王座獲得に失敗しております。それでもユーリは第9ラウンドに鋭いワンツーで再びダウンを奪い、起き上がった元王者に強烈な右を浴びせました。普段はストップが速いリチャード・スキールは元王者の地元で開催しているということでストップしないのですが、ユーリが伝家の宝刀右クロスを炸裂させると、さすがに試合を終焉させました。ルイス・ラサーテ、ジョン・リエル・カシメロ。フィリピンのレイテ島で生まれ育ったカシメロは、セブ島の小さなジムでキャリア前半を過ごしたので、世界王座に挑戦するときは大体敵地か海外で試合をしており、2012年2月に IBF 世界ライトフライ級暫定王座決定戦をルイス・ラサルテとラサルテの地元アルゼンチンで行いました。カシメロはラサルテのダーティーファイトに悩まされ、序盤からラビットパンチや抱え込みなど反則を受け、
フリンチ中にパンチを出されて倒され、またフリップダウンをダウンと宣告され、劣勢に立たされました。あまりにも理不尽な攻撃が続けられたので、カシメロも苛立ってやり返すと、レフリーはすかさず減点を取りましたが、ラファルテの後頭部のパンチは全く音がめがありません。パンチ力が強く攻撃力があるカシメロは第9ラウンドにようやくダウンを奪い、続く第10ラウンドに TKO したのですが、観客が物や椅子をリングに投げ入れ、それだけでは飽き足らず暴徒化し、リング内になだれ込んできました。ライトフライ級からフライ級に階級を上げたカシメロは2015年6月、敵地タイでアムナット・ルエンランに挑戦しました。カシメロはダウンを奪ってもフリップにされ、アムナットに押しつぶされたのをダウン扱いにされ、またもやアウェイの洗礼を受けました。1年前に井岡選手を破ったアムナットは、地元タイでは好き勝手にラフファイトでカシメロを痛めつけ、判定で勝利しました。翌年、第三国の中国でアムナットと再戦を行いましたが、その試合では第4ラウンドに連続でダウンを奪い、最後は左ボディーブローでノックアウトしました。タイの英雄ウィラポン・ナコン・ルアンプロモーションは、辰吉陽一郎選手を2度 KO し、4度にわたって西岡選手の王座奪取を阻みました。ウィラポンはムエタイで3階級制覇の実績を引っ提げて26歳でプロデビューし、4戦目で WBA世界バンタム級王座を奪取いたしました。そして初防衛戦でガーナの超特急ナナコナドゥを迎えました。ナナコナドゥは当時すでに35勝しており、渡辺二郎選手や畑中選手を破ったヒルベルト・ローマンや辰吉選手を破ったラバナレスを破っている実力のあるボクサーです。試合はコナドゥが初回から高速ジャブを放ち、どんどんプレッシャーをかけてきます。王者ウィラポンはコナドゥのジャブをかわしながら反撃し、早くも左フックでダウンを奪いました。しかし、ガーナの森林地帯からやってきたコナドゥはすぐに回復し、2ラウンドに猛反撃を敢行し、強烈な右パンチで王者をぐらつかせ、追撃の連打を浴びせ、ダウンを奪いました。
世界王者となった西岡選手は2度目の防衛戦でジョニー・ゴンザレスと戦いましたが、ゴンザレスの地元メキシコでの一戦だったため激しいブーイングの中防衛戦を行いました。ゴンザレスは元 WBO 世界バンタム級王者で2階級制覇を目指し西岡選手に挑戦してまいりました。バンタム級時代はフェルナンド・モンティエルに勝利しており、またこの試合の2年後に長谷川選手を KO したハードパンチャーです。初回にダウンを喫した西岡選手は敵地では判定で勝てないと意を決し、3ラウンドに勝負に出ました。雄たけびを上げます、やったぞというこの叫びがメキシコモントレーに響きます。